よし、今日もやろう。ペルソナ5実況続きやっていきましょう。なんだっけ、鍋パの途中ね。鍋、下に鍋を借りに行くところから。音楽いいですね、これ。いつもにない、この日常的な和やかなムードの。宗次郎さん、貸して。みんなで鍋すんだって、許してくれるかな。一緒にどうだ。なんで上から目線なの。一緒にどうだい、宗次郎さんよ。俺は忙しいんだよ、お前らで好きにやってるんだよね。あんちゃんだっけ、あの子、いい子だな。あんまりそんな色目使うんじゃないよ、宗次郎さん。急になんだ。まあ、いいやつだよ。友達、帰る場所がないんだってな。止めてやってくれって頼まれたんだよ。居候から頼むんじゃかわいそうだからって言って。優しい子じゃねえか。鍋ならどっかにあるはずだ、探して持ってけ。ああ、なんか、てけみ以外の子には、こう普通にこう優しく接してくれる。てけみに対してはちょっとツンデレ、照れ隠しみたいなとこもあんのかな。だから本当にてけみが、てけみのことをやべえやつだと思ってんだったら、てけみの連れてくる友達も大概やべえ、なんか問題起こすんじゃないかって思っちゃいそうなもんだもんね。調理器具が棚にある、鍋あるだろうか、探してみよう。え、なさそう。古びた土鍋を見つけた。これなら十分な大きさだ。お、見つけたか。買い出し組も戻ってくる頃だな。あとは勝手にやってくれ。一応しばらく下にはいるが、火の扱いには気をつけろよ。大丈夫かな、あの屋根裏で火なんて使っちゃって。さて、続きまして、今会いたい人のコーナーなんですが、さえさん兄弟、姉妹揃って、マシマ姉妹、マシマ姉妹、本日も彼に来てもらってます。現役高校生探偵、明智五郎くんです。すんごい家に住んでるね。うちとは、宗次郎さん宅とはえらい違い。味薄いね。でもよかった、いろいろあったけど成績は落ちてないみたいで、ね、ご飯作ってんのは妹の方なの。学校は大丈夫だよ。お姉ちゃんこそ疲れてるんじゃない。あ、すごい、塩分足りてないんだよ。学校で見せる姿と全然違う。まことちゃん、しんちゃん、そう見える。すごいリラックスしてる二人とも。いいのか、こんな姉妹の様子を覗き見してしまって悪い気がしてきた。僕は法で裁かれるべきだと思う。この前のやつだ。はっきり言うね、彼らのやってることは犯罪。この MC めちゃめちゃ好感度低そう。ネットとかじゃ怪盗団がいなきゃ今でも悪事が続いてたっていう人もいるけど。インストール？まだらめ画伯にしたことは許されない罪です。そんな時期かも。それを法律以外の尺度で勝手に裁くのはただの死刑。正義から一番遠い行いです。第一、人の心を無理やりねじ曲げるなんて人間が一番やっちゃいけないことですよ。人の心を操ることは犯罪なの？それだけ聞くと洗脳みたいな風に聞こえるけど。方法によっては犯罪ね。うん。彼の言う通りよ。悪事を認めさせて罪を償わせても？何急に。お、別に知りたいお年頃。正義の味方がいるとでも？まさか。余計なことは考えなくていいの。すんごい厳しい妹にすごい厳しい。味も薄いって言うし、勉強して寿司は回らない方がいいって言うし、女でのし上がっていくのは大変なの。なのに上に立たなきゃできないことばかり。そのためならどんな手だって使うわ。あなたも将来のために今やるべきことだけに目を向けなさい。ごめんなさい。めっちゃ叱られてるそんなに叱ることか。はい、うん、大丈夫よ。ああ、その件ね。何をすべき。正義。困ってる奴を助ける怪盗がいるなら俺は全力で応援するけどね。私、まさかリュウジの言葉が響くのか。まあ、それだけまっすぐで素直な気持ちを出す男だからね、彼は。いや、もう食えねえ。美味だったぜ、アンドの。きっといいお嫁さんに。ごめん、ソファ借りる。寝ちゃうの食ってすぐね。すごいな、猫みたいだな。
あ、違う、目標か。なんだっけ、表。なんだ、ユウスケ。締めをやってないぞ。うどん屋、もう、汁ないじゃない。もう全部食べ尽くしてるじゃないの。いや、今度にしとけ。あ、本当に寝た。寝るの早っ。のび太くんかよ。疲れねえ方がおかしいだろう。寝かしといてやろうぜ。時に龍二、あんたはどういう関係だ。あんたはどういう関係、どういうこと。なんで龍二と同じ金髪仲間的な脱色仲間。別に同じ中学っつうだけだよ。昔のアンドの、なんかみんなであんちゃんを取り合いみたいな、そういうそういう四角関係みたいな、五角関係か、かなさんも入れたら。でも北川くん、それを そこに疑いの目を向けるんだったら、まず龍二ではなくテケミの方だぞ。そんな変わんねえよ。高校からはクラス別になって話さなくなっちまったけど、友達は少なかったな。帰国子女で見た目もこれだからな。派手なやつは勝手に嫌うし、地味なやつは近づかない。そうだったのか。で、お前たちはどうだったんだ。俺ら？互いを知るにはいい機会だ。俺の過去はすっかり知られたんだ。お前たちも話すべきだ。自分は失うもんがねえってか。いいぜ、話すよ。ただの龍二くんの話だけど、今までの、これまで、龍二のこれまで。小さい頃、親父が消えちまってさ、ずっとお袋と二人で暮らしてんだ。本当は陸上で特待生とかになってお袋に楽させたかったんだ。結局ダメにしちまったんだけどよ。すっげえ親不孝もんだろ。高一ん時、鴨志田に手あげちまって、それでお袋学校に呼び出されてよ。教師連中から言いたい放題言われてさ、その時お袋じっと我慢してた。あの時のお袋の顔、今でも忘れらんねえ。帰りに謝られたんだ。片親でごめんってよ。そんなことがあったのか。学校はみんな平等と教えるが、現実はそんな綺麗事ばかりじゃない。気持ちは俺にはわかる。まあ寝てるっつったらこいつこそ大概だけどさ。例の話か。そういえば詳しく聞いたことなかった。あ、敵味の話じゃ。龍二が神妙な面持ちで語り出すから何も黙って聞いてしまっていた。やっぱ母親っていうのは偉大なりですね、いつの時代も。お、このガキ、思い出しましたね。この女性も何かあるのかな。これ以上する。あ、でも顔の絵が出てこないから、多分この女性はあくまでここだけのシーンに出てくる人だ。あのお金のこと告発しますよ。いいんです。あのお金、そんなのお前が勝手にやったって言えばすぐ話だ。嘘だって、私は指示の通りに。俺を誰だと思ってるんだ。そんな、おいお前、警察にこう証言しろ。ガキがいきなり俺に乱暴してきたってな。お、そんな目の前ででっち上げを宣言されたのか。それで本当に警察の厄介になったと考えたら、とんでもない男なのこれな。とんでもないとんでもないとは思っていたが、ふざけるな。黙れ、貴様は終わりだ。前歴持ちになっちゃう、やだ。前歴持ちはやだ。お前らに思い知らせてやる。あ、来ちゃった。すみません、通報があったんですが、何かありました。女性、頼むよ。あなた、警察にも顔が。どういう、まあ、それは議員先生だから。そうか、警察の方に説明してやってくれ。おい女性、頼むぞ。ここであなたが嘘つくことは、それはもう包もたせと何ら変わらんぞ。やってることは、頼むよ。そこの少年が突然殴りかかってきて、この人を
いいか、女性、あなたも被害者なのかもしれないが、それには同情する余地はあるが、それで嘘をついて罪が僕に降りかかってくるのは、言っとくが、あなたも同罪だからな。覚えておけよ、嫌がっている女性。それでこの人が怪我を。だ、そうですよ。それと俺の名前は一切出ないよう処理してくれたまえ。どういう意味か分かるよな。忖度ダクダクじゃない、忖度マシマシじゃないの。ああ、おい、確保しろ。わかりました。国家権力とは一体何なのか。コーヒー飲もう。聞いてるだけで腹立ってきやがるぜ。くそ。そんなことがあったんだよって。そんだけで障害かよ。女の方もひどいな、だんまりを決め込んだわけだろ、うん、そういうやつの心こそ盗むべきだ。どこのどいつだその男。いや覚えてるだろう。わかるだろう、あのスキンヘッドにヒゲに偉そうな風体。てけみ思い出せ。俺と我は何時何時は我だろう。君は僕だろう。分かってくれ。ちくしょ、暗がりだったからね。思い出せないか。まあ夜道だった上に逮捕なんてショックが重なったんじゃない。まあ、動転してても当然か。肝心なことが思い出せねえ辛さは我が輩よくわかるぜ。被害者の個人情報は保護される。特定は難しいだろうな、うん、それにもう判決が出たんだろう。うまく相手を特定して仕返しできてもこいつの前歴は消えとんでもないね。冤罪だ冤罪。ありえねえ。殴ったのは殴ったけど世の中間違ってるぜ。弱ってるやつ助けねえで身勝手な大人を勝ち逃げさせてよ。偉いやつらが決めることなんて当てになんねえよな。俺たちなら正せるんじゃないか。誰にも気づかれずに俺たちが正しい正義を見せつけて世間の目を覚まさせてやればいい。ああそうだぜユウスケ、そのために授かった力だろ絶対。こういう時の龍一は頼りになるな。仕事は派手に決める方がかっこいいしな。お前らに教えられたことだ。何熱くなってんの。聞いてた、アンサー。あっと、悪い、起こした。ううん、別に途中から起きてたし。けどなんか不思議、聞きながら思ったよ。みんなのこと昔から知ってる。何それ、どういうこと。これって似た者同士だからかな。シンパシーってやつ。まあろくなもんじゃねえけど。ろくなもんじゃねえ。似た者同士か。我が輩だけ違うな。お？我が輩には振り返れるほどの記憶はないからな。じゃあ作ればいいじゃないか、今からこの数ヶ月間の記憶とともにこれからの僕たちとみたいなね、そういう臭いセリフをはリュウジ君あたりに言わせておいて。何言ってんだ、お前以上のはみ出し者なんて世界中探したってそういるかよ。まあ人間の枠組みからはみ出しちゃってるからね。てかその記憶を取り戻すためにメメントス行くんだろ。きっと俺たちみたいにろくでもない過去だろうがな。ちげえね、絶対そうに決まってんな。それはどうかな。モルガナもなんだか昔から知ってる気がする。すごくずっと昔から。なんか不思議でうまく言えない。なんだろう、あんちゃんはそういうあんのかね。実は別の世界で、またはなんか管理者みたいな監視者みたいなシャドウペルソナを。怪盗団を助けてんのはなんかありそうだ。我が輩自身のためだ、勘違いするよ。急にツンし始める。お前らに強くなってもらわないとメメントス探索どころじゃねえからな。さあ久しぶりに選ぶったり忙しいやつ。ガナさんの剣幕を見たね、出会って以来。やろうよ本当に。私行けるとこまで行きたい。まあ、やってみるか。ダメな大人を懲らしめて、うん、困ってる。それで結果良くなるか悪くなるか分かんないけど、私たちにしかできないことやってみようってね。足りめえだ。
怪盗団を続けていれば俺も成長できる。絵描きとしても人としても。我が輩が直々に鍛えてやるんだ。この怪盗団でできないことはない。ってことで改めてよろしく。生まれそう絆がコープが。ったく仕方ないな、やるか。もうこんな時間全然決まらなかったスルーッと流されちゃった。今日はこの辺でお開きにすっか。あ、そうだ、マスターが泊まってけって言ってたよ。泊まってけ、てけ、てけ。それはてけありがたい。てけてけしてきたよ僕たち。お前が説得したんだろう。さすが親父だ超嬉しくない。なかなかブラックジョークだ。カモシラが頭に浮かんじゃう。銭湯あるから行ってこいよ。我が輩は行けないけどな。でもいつもガナさんもついてきてるじゃない。いいな。ああどうすんの。あんたたちだけでどうぞ。じゃあねモルガナ、おやすみ。帰るのか先に。畜生、早く人間に戻んなきゃ妖怪人間ベムベラベロみたいなこと言うと。じゃああれはなりたいか。早く人間になりてえでや、なりてえだぎゃ。やっぱ広い風呂っていいぜ。いいね、なんか友達同士やっぱ風呂入ったりするのって楽しいよね。ちょっと暑い気がするが。じいさん暑いの好きだからな。そのうちはね。お湯どんどん温度上げてんの。勘弁してほしいな。妖怪ドアゲジジイ。お前ってアンのことどう思ってんの。急に降ってきてやがってこの野郎。あれだな、探ってやがるな。これで僕がそ、いや別にいい友達だと思ってるよって言ったら、じゃあ俺がいただく的なさ、そういうのを匂わせてくんでしょ。俺あいつのこと結構好意的な目で見てんだよな。この意味わかるよなって。手出すんじゃねえぞ的な。どうだろう、いいと思う何いいと思うって、何目線なんだ。いいと思うね、あの子は。いおお、言ったな。まああいつ性格のきつさがビジュアルで完全に。いや正直アンさん全然性格きつくないよね。なんかこうパッと見のきっとこうあの精悍な目つきというか、パッと見エッジの効いた感じはあるけど、全然喋ってみたらきつさのかけらもないよね。逆だよね。だからリュウジ君分かってないね。逆だよ逆。やめてマジで。しかし早く次のターゲットを見つけ出さないとな。それなんだけどさ、大物を狙うってだけでいいのかな。ジジイいつまであった湯入れてんだ。もうやめてくれもうゆでだこになっちゃうわい。ここんとこの世間の反応を見てるとちょっと考えちまうぜ。確かに目先を追うだけではただの空回りに終わるかもしれない。世間に訴える戦略が必要だな。お、どんなんだ。俺がそんな戦略立てられるとでも。聞いた俺がバカ。ババンババンバンバン。俺は切り込み隊長役っつうか、モルガナはあっちの世界専門だし。そういうもうなんかあるんだ、おのおのの役割的な。なんとなく。それにしてもさあ、あっちだよ切れた、ついに。しかもどんだけ入れりゃ気がするんだよ、ネタ妖怪ドアゲジジイ。もう全然聞いてないし、じいさん。どうなってんだ。週明けにでも集まろう。そういうシャドウみたいになってんじゃない。シャドウなのか、まさか。ベルフェゴールみたいな。ユニスクシャドウ。お。いや。何かあったかって、特に何もないけど、俺はここでいい。アトリエで寝ることもあるし気にすんな。いや、床で寝てもらおうと思ったんですけどね。うん、ちょっと。そこソファーは結構大事に、結構古いからこれ以上負荷かけたくないなと思って、うん、でもなんか逆に気使ってソファーみたいな感じになっちゃったね。セーブしてと
セーブをしてあげて。ガナさんどうだ、今日寝るも、あの根が我が輩が守ってやる。まだ起きてる、頑張れよ。げ、盗み聞きすんな、さっさと独り言だったんかい。ふわーって言ってたけど、じゃあ寝ますか。そうだ、明日の朝食だが気を使わなくていいぞ。焼き魚と味噌汁があれば十分だからな。全然気使わってなくなくないか。なんだ全然気使わせる気じゃないか。寝る。結構ズーズーしいやつだね。まあ友達だからいいけれども。お？夢来るかここで。